皆さんこんばんは。衆議院議員の宮本武です。今日は岸田芳子参議院議員とともに、駆けつけてまいりました。日本共産党を代表して私承認喚問を行いましたので、宮本武から、連帯のご挨拶、戦う決意を申し上げます。皆さん、先日の承認喚問で佐川証人は刑事訴追の恐れがあるということを繰り返し、結局何一つ改ざんの経緯や誰が指示したかについて一切語りはしませんでした。あの喚問でますます疑惑は深まったと言わなければなりません。疑惑解明のためには誰がどのようないきさつでどういう意図で改ざんしたのかを明らかにしなければならない。それに対して一切口をつぐんだまま、それでいながら総理や総理夫人や官邸の指示はなかったということだけきっぱりと断言をしてみせました。皆さん、一体誰がそんなことを納得できるでしょうか。徐々に前の方にお願いいたします。前の方に。そして今 与党は1年前の承認喚問で籠池承認が嘘をつけば偽証罪に問われる場で安倍昭恵さんの関与を語った。だから野党は1年前の籠池さんの証言に信憑性があると言ってきた。今度佐川さんが嘘をつけば偽証罪に問われる承認喚問の場で安倍さんや安倍昭恵さん指示はなかったと語ったから、この信憑性は同じように主張できるのだと言っておりますが、全く話が違います。佐川氏は改ざんに対する指示はなかったと語っただけであって、佐川氏が理財局長に就任したのは売却の3日前でありまして、実際あの売買をやったのは迫田という前任の理財局長であったこと、そして迫田理財局長から佐川氏には引き継ぎなど一切されていないこと、これも承認喚問の場で語られました。それなら皆さん、売り払いに安倍昭恵さんや首相が関わったかどうかは迫田全然理財局長を国会に呼んで聞かなければわからないではありませんか。疑惑の核心である安倍昭恵さんの承認喚問もどうしても必要です。売買契約の当事者迫田元理財局長、そして皆さん、何と言っても土地の売却にあたって田村義博国有財産審理室長に電話をかけたという谷紗友子さんが国会に出てきて語る必要がある。私たちの接見に対して籠池さんは田村義博さんが財務省本省でこの土地の売却等々に一貫して窓口として関わってきたと語りました。皆さん、田村義博さんにも国会に来てもらわなくてはならないではありませんか。真相解明にはまさに国勢調査権を発動して谷紗友子さん、そしてその上司であった今井直也秘書官、こういう方々一人一人真実を語ってもらう。そしてこの取引に安倍昭恵さんが関わってきたこと、首相が関わってきたことが明らかであるならば、その責任を取って言葉通り安倍首相には総理大臣を辞めてもらわなくてはなりません。私、前回の国会報告で
嘘をついてかすめ取った国会の多数の議席、国会解散をして信を問えということを言いましたが、安倍首相の手で解散などする資格はありません。安倍首相には退陣をしてもらって、そして皆さん、もう一度国民の審判を仰ぐ仕事、まさに市民と野党の共闘で進めようじゃありませんか。今や安倍内閣はアベノミクスも行き詰まった、外交も蚊帳の外であります。まさに安倍政治こそ国難突破へ、今こそ市民と野党の共闘を打ち固めて、安倍内閣を追い詰め抜いて政治の流れを必ず変えましょう。日本共産党も皆さんとご一緒に最後の最後まで戦い抜く決意を申し上げて、私の決意表明といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ここでもう一回告知なんですけど、8時から8時半までの間に光物持ってきていただいている方はぜひライトアップしていただいて、ずっと輝けてるとかちょっと疲れちゃうと思うんですけど、その8